竹内藤雄11月30日から2004年9月7日は、日本の政治家。第8点十0 1 1 1 2代茨城県知事。元参議院議員。朝鮮、慶城生まれ。旧制保古田中学校、旧制水戸高等学校、東京帝国大学法学部卒業。大学卒業後、国家公務員となり、旧建設省にて都市局長まで務めた後。 参議院議員に転じた。茨城県知事に当選後は在任中に、筑波研究学園都市、筑波科学万博の誘致、常磐自動車道建設など、大型プロジェクトを進めた。知事在任期間は1975年4月23日から1993年8月11日。筑波市の成立にも尽力し、市名の実質的な名付け親でもある。 在任中の1993年にゼネコン容疑者から9500万円を受け取った、収賄容疑で逮捕、起訴された。茨城県は文化施設の振興が他県と比較し遅れていたこともあり、竹内は文化振興に熱心であった。昭和50年代、近代美術館、自然博物館、逸浦美術館及び陶芸美術館といった拠点を作る考えでいたが、 当時はオイルショックによるマイナス成長であったため、あらかじめ基盤づくりを行い景気が上昇するまで備えとした。その後、1994年にはミュージアムパーク、茨城県自然博物館がオープンし、五浦美術館は竹内の計画を引き継いだ。橋本正により1997年にオープンを果たした。ありがとうございます。